4月の12日ラーメン祭り2日目です。2日目もいっぱいいろんな人が来て大盛況となっています。ウィン食堂の味噌ラーメンとバターコーンのトッピングです。ゴクッと行かせてもらいます。溶けたバターに麺に絡みつき、一杯すすると、とてもいい香りが口の中に広がっていきました。また炒めたもやしやお野菜がいい感じに香ばしさを醸し出していたので、とても美味しい一杯でした。今日も美味しい一杯ありがとうございました。八色ラーメン祭りは1月の13日まで開催しておりますので、一度訪れてみてはいかがでしょうか。本日も動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白い役立ったと感じていただけましたら、高評価チャンネル登録をいただけますと次の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。